はい、皆さんこんにちは。妖怪ウォッチ専門チャンネルです。7月27日木曜日から妖怪ウォッチバスターズ鉄器軍の第9弾稼働開始ということで、早速プレイしてきました。桃太郎にゃん、ヤマタン、マスクでね、スペシャルレアカードを使うとビッグボスへのダメージアップです。ヤマタンがスペシャルレアカードですね、レジェンド。左上にちょっと子供の手が、子供もね、横から見てました。プレイするんじゃなくて。メダル持ってないんで、スキップ。手映ってんね、ずっと。プレイヤー A で出撃です。今回はラスト部仕様ですね。鉄器軍というかデータカードです。オリジナルのボスのラスト部仕様とのバトルです。倒せるかな ?3 分以内に。1回だけ延長はできます。3分超えても100円入れたら1回だけ延長できます。ミッション開始、残り時間3分で。ビッグボス左上というか中央のところですね。ラスト部仕様さんいます。最初は桃太郎にゃんで出撃。桃太郎にゃんはタンク。ここですね、ラスト部仕様。ラスト部仕様、初見で倒せるかな。武士王の本当に色違いっていう感じですね。ラスト武士にゃんの、ビッグボスの姿ですけども。刀がとにかくめちゃでかいんですよね。攻撃のスタイルは武士王と似てるかな。この重力切りだっけ、上からドーンってくるやつね。攻撃スタイル似てる。刀を振り回す。滝の森切りとか色々ありましたよね。武士王の一つ、攻撃スタイル。猫なで切りかな、今のこう振りますね。そして重力切り。やっぱ攻撃パターンは武士王と似てる。鬼玉が結構落ちるんですよね。期間限定で鬼玉2倍キャンペーンとかそんなんもあって、鬼玉めっちゃ出てきてますね。残り時間がわずかですね。何分で出たかな、ね、1分ちょいと出てましたね。ラスト武士王の HP 一番上にピンク色出てるんですけど、ちょっとしか減ってないですね。制限時間内に倒せるか。今マスクドニャン、いやマスクドニャンに切り替えてますね。さっきヤマタンでちょっとプレイしたんですけど、スペシャルレアカードを使うと結構なダメージあります。今マスクドニャンでプレイして345とかのダメージ、なんか爆発してんだよねこの辺で。 HP が0になると一旦気絶するんでぐるぐる回して回復。マスクドニャンはちょっとダメージが他の妖怪で比べたら低いかな。300ちょい、ひたすら攻撃しまくる。鬼玉常にドロップしてんで、ね、すごい。ボスが何かする気。吹雪ちゃんがねちょいちょいこういう風にナビゲーションというか解説してくるんですけど、刀がゴールドっていうか黄色に。でボスが何かする気ということで、ここではですねビームをラスト武士王に当てると倒すことができます。でこの刀振り回しで触れるとね気絶しちゃいます。なので刀を避けながらビームを打つっていう、ね、今のでダメージありましたね。真ん中に一玉みたいなマークがあるんですけど、これが0になったらラスト武士をダウンします。こうビャーってビームを打ちつつ避ける。ビームをビャーって打ちつつ避ける。一玉1個減ったけど自分も気絶。時間が少ない。残り2 1 0、タイマーで必殺技ですね、ニャルマゲドーン。これ月を真っ二つにしてるんですよね。で吹っ飛んで戻ってきました。ラスト武士を HP 半分消えました。残り時間1分14。ビッグボスが怒りましたっていう。でビッグボス怒ってると、今中央にいるんですけど、プレイヤー A のところにこうぶっ飛んでくるんですよね。で狙ってくるっていう。ラスト武士王が怒ってるときはあまり近づかない方がいいですね。残り時間1分、残り時間1分で倒せるかな。ラスト武士王まだ怒ってる。あ、もう落ち着いてるね。ボスが落ち着いたみたいね。でボスが落ち着いたらまた中央にいるんで中央へ向かいます。ヤマタンとかの方は本当は攻撃力強かったんですけど、マスクドニャン好きでずっと使ってましたね。1354のダメージ。今技使ったんですね多分。とにかく鬼玉がめっちゃ落ちる。残り時間30秒、やばいぞ。もう3分あったんですけど、もう残り30秒といけるかなこれ。一応ね、右が切り替え、青色が切り替えだったかな、で緑色が技かな。
必殺ブーストマックス、これでマスコットニャンの必殺技打てます。タイガークロスニャン必殺パワーがショーアップ、2979のダメージ、ラストブシオがこう画面に飛んでくるっていうね今ピヨってますね、ピヨってる時にも攻撃できます。新キャラのインディ・ジョーズ、この後カード出てきたんでプレイしたんですけど、だからウサピョンみたいにビーム使えるんで、ね、ビッグボスに近づかなくても攻撃できます。離れてこう妖怪マグナムか撃つことができるんで結構使いやすいですね。離れて攻撃できるのいい。もう一回このステージですね、今度はビームじゃなくて普通に攻撃するだけ。人玉の数がめちゃ多いですね、これ合計10個ぐらい。この人玉がゼロになったらチャンスですね。これはもうひたすら攻撃するだけ。マスクのニャン頑張れ、残り10何秒かかな、ありえないな、もう時間半分切ろうとしてるんだ、切ってますね。残り何秒だ、あ、成功したラスト物資を倒しました。ポコンボチャンス、これで連打すると鬼玉いっぱいゲットできます。制限時間内にラスト物資を果たして倒せるのか。で、このステージが終わって戻ってきました。ラスト物資をマジで HP ちょっとだけで、残り時間5秒ですね、残り時間5秒、4、3、2、とどめチャンス、もうこれで勝ち確定ですね。で、赤ボタン連打で、100% 以上になるんですね。これ 100% になってさらに連打して 160%、170% ぐらい普通にいきますね。両手で連打したら180ぐらいいきますけどね。これでラストブシを撃破で、鬼玉もゲットできると。本当は秘宝妖怪のエンブラ、なんだっけ、エルドアゴーンとかクレクレパトラとか使いたかったんですよね。クレクレパトラとかそういう秘宝妖怪めちゃくちゃレア、火の鳥とかね、カードなかなか出ないっていう。宝箱2個、青色の宝箱2個でレアアイテム、レア武器ブロック率アップです、今はね期間限定で。はい、ということで以上、今回はラストブシオとのバトルでした。最後まで視聴ありがとうございました。バイバイ。